皆様遅い時間までどうもありがとうございます。LINE データラボの機械学習チームのマネージャー兼 PM をやってます菊池と申します。今日はよろしくお願いします。今日の発表なんですけれども、大きく3つのトピックに関してお話をしたいというふうに思っています。我々のチーム、実際は10名くらいの非常にちっちゃいトップチームになるんですけれども、チームの中では、当然あのデータラボっていう組織があって、そのデータラボという組織の中で ML にフォーカスして仕事をしていいというような環境があるというようなところを、ちゃんと説明したいなと思っていて、組織の話というのと、あとは ML の技術をどういうふうにさまざまなサービスに提供していくかというインフラの話で、この2つの話をした後で個別の事例というのをご紹介したいなというふうに思っています。では、最初にデータラボという組織がどういうものかというところを、すでにお聞きになっているかもしれないんですけれども、簡単に振り返ると、ざっと80名くらいのエンジニアが在籍していて、他にデータサイエンティストなどのメンバーも入っています。で、組織としては、LINE のメインの、メッセージングの事業というのの他に、例えばスタンプとかニュースとか広告系とか漫画とかいろいろあるんですが、こうした別々の組織がある中で、独立にデータラボという組織があって、さまざまなデータを、一括して扱うというふうになっています。で、データがこのデータラボが持っているちょうど裏のセッションで今話してるんですけれども、データレイクっていうところに流れてきて、でそこのデータをさまざまなエンジニアがうまく活用したり、レポーティングをしたりっていうような形で活用しているというふうになっています。で、我々はその中で機械学習に関係するソリューション、典型的にはレコメンドエンジンを提供するというようなことをやっています。機械学習のチームは、実際はロールとして3つくらいの役割があって、当然機械学習エンジニアがいます。機械学習エンジニアは、ケースバイケースなんですけれども、レコメンドエンジンをフルスクラッチで組んでいくというようなことをする場合もあれば、ありものをうまく使って、なるはやでサービスに提供するというようなことをやる場合もあります。統計だったり数学だったり、あるいはディープラーニング自然言語処理、何らかの得意なものを持っているという人が入っているというふうになっています。で、あとはこの機械学習のエンジンを支えるためにサーバーサイドとかインフラのエンジニアというのがいます。サービスを提供するにあたっては、当然機械学習のエンジンを継続的に動かし続けて、何らか API を用意してデータが入ってきたら結果を返せるようにするとかというようなことも必要になってくるので、そういうふうなサーバーサイドの開発も発生しますし、機械学習の処理を走らせるための、ある種のハイパフォーマンスコンピューティングをするための独自のインフラっていうのも持っていたりするので、こういうところの管理っていうのをやるようなエンジニアもいます。あと最後に、PM になるんですけれども、機械学習のプロジェクトを、うまくサービスの中で活用してもらうっていう企画に近いところから実際開発が引き始めると、開発管理だったり仕様を決めていったりで、物が提供できた後にはそのものがどんどん継続的に良くなるようにというような、アフターケアみたいなところまでやりたいっていうような意味合いもあって、PM っていうのも別のロールとして存在しています。で、個々のエンジニアとかっていうふうに、ロールは3つあるんですけれども、ケースバイケースで1人の人が複数の役割を果たすというようなケースもあります。で、我々 ML チームが日々どれくらいのデータを生成しているかっていうお話が、このスライドになります。冒頭お話した通り、 LINE の中ではさまざまなサービスがあるので、我々が提供しているのはだいたい10くらいのサービスに何らかのデータを提供したりとか、エンジンを提供したりということをやってます。で、どれくらいの、機械学習の処理が走っているかっていうのが右側2つですけれども、機械学習の訓練とか学習って言われるようなモデルを生成するものに関して言うと、日に100以上で、その用意できているモデルに対して何らか未知のデータが入ってきて、で予測をしますとか推定をしますというふうな人に関して言うと、1000以上のジョブが日々走るというようなサービスとか、システムっていうのを運用しています。で、こうしたものをじゃあどういう環境で動かしているかっていうインフラの話入っていくんですけれども、簡単に図を、4つくらいに分けているんですけれども、まず一番左、 LINE の何らかのアプリケーションがありますと、LINE のメッセージングアプリがあったりとかっていうのですね。他に漫画とかミュージックとかだと当然別のアプリが存在してっていうふうになってます。
で、アプリ上でサービスを提供するためには当然対抗するサーバーが必要になるので、個々のサービスごとにサーバーが立っていて、各事業部とか各事業部と一緒に仕事をしている開発のメンバーというのがこういうふうなものを日々運用したり開発したりというふうになっています。で、こういうふうなサービスに関するデータっていうのがデータレイクと我々が呼んでいる Hadoop クラスターに流れ込んでくるというふうになっています。で、上から順番に簡単にご説明すると、まずクライアントのアプリから直接入ってくるクライアントのログっていうのがあって、で、LINE のメッセージング関係のサービスに関するデータが入ってくるのが2番目の矢印ですね。で、3番目、LINE のその他の関連サービスに関してのデータが入ってくる、サーバーログですねっていうのが3番目の矢印で、あと一番最後にした個々のサービス、例えばニュースであれば、ニュースの記事のタイトルとか件名とか、いわゆるマスターデータって呼ばれるものが日々スナップショットのような形で入ってくるというふうなのが大きく4つのデータの流れになります。で、データレイクに入ってくるデータに関しては基本的に分析にかけていいですよっていうふうなのが担保されたデータというふうになっていて、それ以外の情報に関してはフィルタリングがちゃんとされているというふうになっています。で、ここからようやく我々のチームが、やってる仕事の話にちょっと関わってくるんですけれども、内部で G フィーチャーズって呼んでいる、巨大なテーブルのようなものを我々作ってます。何をやってるかっていうと、個々のユーザーに対してその人のコードログが紐付くようにしたデータっていうのを、後々の機械学習で取り回しやすいように管理しているというふうなものになります。簡単な例で言うと、例えばどのスタンプを買った買ってないっていうふうな情報とか、どういう音楽聞いた聞いてないとかいうようなのが入っていて、でそれが LINE の全ユーザー分データとして管理できているテーブルだというふうにお考えいただければ、あながち間違いではないというようなものになります。で、最後に、データこういうふうに入ってきたんですけど、そのデータに対して当然機械学習使って何らか加工するというふうな話になります。で、処理系としてデータレイク自体も当然 Hadoop クラスターなので、ハイブが走るし、スパークも動くしというふうになってますし、でこれとは別に我々は ML 用の計算機クラスターをもう一つ作るというふうな構成でやってます。で、使い分け系をどういうふうにしているかというのは後々の個別の事例で簡単に順番にご紹介していきたいなというふうに思っているんですけれども、まずこの ML の計算機クラスターに関して、コンポーネント単位で簡単にお話を上からしていきます。で、計算機クラスターは何を目的にしているかというと、ハイパフォーマンスコンピューティング用途という感じですね。なのであんまりデータ持ってないというふうな作りになっていて、計算機を 100% 使い切って回すような処理というのを、主にやるために、我々用意しています。で、分散環境で学習を並列で走らせたいみたいな場合には、スパークとか、Hadoop とかの仕組みを使わずに MPI で直接データをやり取りするようなアルゴリズムを実装したりですとか、計算機のリソースとしては CPU も GPU も両方用意していたりとかというふうになっています。で、スパークも別で一応持っているというふうな構成ですね。で、2番目の、箱、ML バッチジョブって書いてあるところは実際にどういうジョブを管理しているかという話になるんですけど、ディープラーニング系の DNN の処理、画像だったり、オーディオだったり、一部ポスターで発表している内容もあったりするので、興味ある方はそちら聞いていただければと思うんですけどというようなものがありますし、あとはレコメンドエンジンのバッジもここで管理してます。で、あとはユーザーのデモグラ推定って書いてあるんですが、ユーザーの年代とか性別みたいなものを推定して、いろいろなサービスで使いやすいようにするというようなものもこの上で走っています。で、最後一番下、ロングラニングって書いてあるのが、いわゆる API サーバーだったり CMS のようなものですね。これ、処理が走っているのがアパッチメソスという環境になっていて、何らかバッチ処理をするようなケースというのは、都度必要なリソースというのをリクエストして、で、バッチの処理が終わったらそれをリリースするというふうな動き方に、なっています。で、なので、何らかずっと動き続けないといけないシステムというのはその上で、マラソンと呼ばれるメタフレームワークがあるので、その上でリソースを確保して動かすというようなことをやっています。で、あとちょっと細かい話になるんですけれども、内部で我々が ML のエンジンを開発したり検証していくために使う Jupyter Hub を自前で用意していたりですとか、あとはこれライトニングトークでも発表あったんですけれども、 AB テストの環境を自分たちで作って CMS も提供してというようなことをやってます。
もともとこれは我々が作ったまあエンジンを新しいものに変えたいときに、オンライン環境で性能がより上がってる上がってないみたいなことを検証したいなというような目的で作ったものではあるんですけれども、せっかくなので同じものをデータサイエンティストの人にも使ってほしいというような形で CMS を提供していたりします。はい、以上がシステムのオーバービューになるんですけれども、ここから個別の事例に関して4つほどご紹介をしていきたいなというふうに思っています。はい、では最初の1つ目、コンテンツのレコメンドになります。これはスタンプのレコメンドに関しての、我々が提供している機能になりますけれども、スタンプショップのページに行っていただくと、割と画面の上の方にあなたへのおすすめっていうふうな表示枠があります。でこの中に、あるもっと見るっていうのがあるんですけれども、それをタップしていただくと、画面真ん中あなたへのおすすめっていう形でもう少したくさんのスタンプが出てきます。で、ここのスタンプのパッケージを選択すると、一番右側の画面に遷移して中に入っているスタンプの画像がリストで表示されて、その一番下におすすめのスタンプというのが出てきます。一番右のおすすめのスタンプは、この商品を買っている人はこの商品も買ってますというような、いわゆるアイテムとアイテムといわれるレコメンド で左側2つがユーザーとアイテム、特定のユーザーに対してその人へのおすすめを生成するというふうなものになります。でスタンプのレコメンドのデータの規模感というのなんですけれども、ジョブの数としては10くらい、国によって、実際生成そのレコメンドを生成するジョブというのを分けているので、今これくらいの数が動いてますスタンプのパッケージ数に関しては、これちょうど3年くらい前にこの内容で発表したことが、別のメンバーなんですけれどもあるんですが、その当時は9万って言ってました。今は、500万近くのスタンプのパッケージがあります。で、ユーザーの、実際に生成しなくちゃいけないユーザーの数ですね、これインアクティブなユーザーも含めてデータを生成するというふうにしているので、一つのリージョンで見ても1億を超えるユーザー数というのを対象にしないといけないというふうな形になります。で、実際じゃあ強調フィルタリングこれ使ってるんですが、どんな感じでやってるかっていうのを簡単にご紹介しますと、大きく処理は2つに分かれていて、まずアイテムとアイテムをやった後にユーザーとアイテムをやるというふうな動きになっています。アイテムとアイテムをやるにあたっては、このスタンプを買った人はこのスタンプを買っていますっていう情報を最終的には作りたいので、あるスタンプを持っている人が他に持っているスタンプは何なのかっていうデータを作るというのが基本的な処理になります。それが中央に書いてあるシミラリティアマンガアイテムスというようなあたりですね。で一旦その情報ができたら、あるアイテムを持っている人が持ってそうなトップ N のスタンプのパッケージというのを計算するということをやります。で、ちょうど真ん中中央のデータでいうと500万 ×500万の行列みたいなものをイメージしていただければよくて、それを一番右上に持ってくると、500万 ×たかだか数百くらいのデータの規模になるというふうなイメージですね。で一遍こういうふうなデータを作ってあげた後にユーザーとアイテムの処理に移るんですけれども、今度はあるユーザーに着目した人場合、仮にそのユーザーが10個のパッケージを持っているとするとその10個のパッケージに関連するさっき計算した右上の、トップ N のアイテムっていうのだけを持ってくるというようなことをして、で最終的にその 10×N のパッケージの中からトップ M っていうのを計算するというようなやり方で処理を軽くするというふうな仕組みになっています。計算の処理がどこで行われているかっていう話になるんですけれども、実はこの処理、最初にバッチを起動するところ以外は全てデータレイクで動くようになっています。必要なデータは先ほどお話した G フィーチャーズっていうところに入っていて、このスタンプのレコメンドをするために必要な情報だけを持ってきます。で、そのデータを持ってきた後にアイテムとアイテムとかユーザーとアイテム計算するんですけれども、実際計算する場合には個々のHadoop の計算機ノードに処理を分割したら、あとは最後まで処理を走らせきって、で最後に結果をガッチャンクするということをやればいいというふうな、そういう動き方をしているので、データを頻繁にシンクする必要があるとかっていうようなことが起こらなくて、スパークだったり、あるいは通常のハイブだったりというふうな処理で比較的スムーズに流れるのでという形になっていて、実際にはノード数が
データレイクの方が我々の ML クラスターよりずっと多いんですけど、データレイクで処理を流すというふうな形でやってます。で、これ事業的にどういうインパクトがあるのかっていう話なんですけれども、表示値が上の方にあるっていうふうな、事情もあるんですが、スタンプショップの中の売上の 25% くらいがこのあなたへのおすすめっていうところ起点で今生み出されています。これどこに置くと一番その売上が最大化されるかみたいな最適化の話だったりとか、 AB テストっていうのはデータラボの他のメンバーが一緒に動いてくれて、たくさん AB テストやってくれたりとか、ちゃんとこれで問題ないですよっていう検定をしてくれたりっていうようなことで決めていて、こういうところに関しては我々他のメンバーの力を借りるという形で一緒に仕事をしています。で、他のサービスに関してはどうかっていう話なんですけれども、先ほどご紹介したアルゴリズムっていうのが、ケースバイケースにはなるんですけれども、結構他のサービスでも同様に動いていたりっていうふうになってます。今日もちょっと話のあったニュースのレコメンドとかっていうのも、基本的にはここで話したのと同じようなアルゴリズムっていうのをベースでは使っていたりします。こういうふうに、一度作ったアルゴリズムが、いろんなところで再利用できるようにするですとか、先ほどの Gfeatures っていうところにニュースのコードログみたいなのも入ってくるようになっていたりするので、こういうものを駆使して、たくさんのサービスに、少ない労力で、開発をしてサービスを提供できるようにするというふうな形で仕事をしています。では、2つ目の、レコメンドの事例の方のご紹介に移ります。ユーザーのレコメンドをするというものですね。午前中のセッションでもルックアライクっていうキーワードがちょっと出てきたりとかっていうのはあったかと思うんですけれども、改めて簡単にご説明すると、例えば、何らかの広告主の方がいて、買い間自動車業界の、広告主だとします。で、 LINE で過去に広告を使ってキャンペーンとかプロモーションを打ったことがあるという場合だと、キャンペーンした結果ちゃんと反応してくれたユーザーと反応してくれなかったユーザーっていうのが、分かるようになります。で、2回目以降のキャンペーンを打ちたいっていうふうな状態になった場合には、過去に反応してくれたユーザーとよく似た、広告を例えば配信してないユーザーっていうのを、うまく割り出せると、その人たち向けに広告を打ってあげたらものすごく効果が高いんじゃないかというようなことがあります。で、ルックアライクがターゲットにしているのはこういうふうな問題で、既存の何らかの、ここではカスタマー、顧客って書いているものを、シードデータ、種となる情報として与えてあげた場合に、それとよく似た別のユーザー群っていうのを引っ張ってくるということをできるようにするものになります。で、この問題が何が違うかっていうと、先ほどの例だと作るモデルの数はたかだかリージョンの数くらいだったんですけれども、今度は、お客様によって作らなくちゃいけないモデルが全部変わります。先ほど自動車業界向けのユーザー群とか、それが化粧品に変わったらフィットネスに変わったら保険業界に変わったらっていうふうな話になってくると、当然与えられるそのシードユーザーっていうのが全部変わってくるので、要はお客様ごとに、シードユーザーが違って違う予測モデルを用意してあげてということをする必要が出てきます。これがたくさんのモデルを我々が日々生成しなくちゃいけない理由になってくるんですけれども、じゃあ実際どういうふうなデータのボリューム感かっていうのがこちらですね。一番左に書いてある通り、シードユーザーどれくらいの数からスタートできるかっていうと、最小だと100人くらいからスタートできるようになってます。で、最大で100万人くらいのデータですね。で、これをもとによく似たユーザーっていうのを作るということをします。似てる似てないを判断するために使えるユーザーの特徴の情報は、何度もお話している Z フィーチャーズですね。計算の処理を軽くするためによく聞く、フィーチャーっていうのを今絞ったサブセットを使ったりということをしてますけれども、次元としては1000万次元とかっていうようなオーダーになってきます。で、最後にどれくらいのその予測をするためのモデルの生成をしているかっていうのだと、直近だとだいたい300くらい、これ毎日更新する必要は必ずしもないんですけれども、更新しなくちゃいけないのがこれくらいの数というふうになります。で、アルゴリズムのイメージは、いわゆるスタクトオートエンコーダーって言われるような、非常にオーソドックスなディープラーニングのネットワークになってます。
で、ただし入力が、先ほどの G フィーチャーズ、非常にスカスカのスパースなデータで、次元数が1000万くらいありますと。で、ほとんどの中値は空っぽなんだけど、あるいはビットが立ってるだけなんだけどみたいな形ですね。で、間に2層の中間層を挟んであげて、で、最終のアウトプットが0から1のスカラ値を返すようなもので、ここは先ほどの元になるシードユーザーのデータに関しては1っていう値を正解にして、シードユーザーに含まれなかったユーザーは0っていうふうにして、で、学習をさせたモデルというのを作ります。で、中はもうちょっと細かく説明すると、実際の、レイヤーはこういうふうな感じになっていて、見ていただければ、非常にオーソドックスなんですが、バッチノーマライゼーションを入れてドロップアウトして、活性化関数に割れる使って、で、最後は0から1の値しか返さないのでシグモイドでみたいな、割と普通のやつなんですが、ちょっと工夫している点一つだけお話しすると、元々のシードユーザー100人みたいなことがあるので、そこを、うまく半可性能を上げるようにっていう形で、バチノーマライゼーションの後にドロップアウトっていうのが1個入ってるっていうあたりがちょっとしたポイントにはなってます。当然100人のデータと、それ以外の大量のデータで学習うまく走らせることできないので、100人分の正解のデータっていうのを、見かけ上多くするための、オーバーサンプリングっていうことをしたりですとか、その他大勢のデータをそのまま食わせると、だいたいみんなカスタマーじゃないよねって予測しちゃうモデルができちゃうので、そこに関しては、取ってくる量を意図的に下げるっていうふうなダウンサンプリングしたりとかいうことをしてるんですけど、どうしても、データの元の種が少ないと、半可性能上がらないので、ドロップアウトという形で半可性能をなるべく担保できるようにというふうになってます。で、じゃあ今度は処理どこでやってるのかっていう話になるんですけれども、元になるデータはデータレイクの G フィーチャーズにあるので、当然データレイクから持ってくるという必要があります。で、学習に関しては、ニューラルネットワークなので、ミニバッチ学習をするにあたって頻繁に、誤差の逆伝播をしてあげて、パラメーターの更新っていうのをかけていく必要があります。で、並列で走らせようとすると頻繁なデータの同期っていうのが必要になるので、ここに関しては、スパークの仕組みとかを使うっていうのはちょっと効率が悪いっていうので、MPI で直接通信をしながら、うまくパラメータサーバでデータを扱うというようなことで ML クラスター上で実行するというふうになっています。で、最後、インフェレンス推定って書いてあるところは、こうやってできたモデルを、今度はデータレイクに戻してあげて、データレイク上のノードにたくさん同じモデルを置いてあげて、別々の未知のユーザーの、さっきの01っていう値を推定して出すという処理を並列で走らせるという部分で、ここは通信する必要がないので、もう一回データレックのたくさんある計算機資源を使うというふうな動きになっています。はい。で、今度3点目、ユーザー体験を改善するという話ですね。で、この機能は、昔からあるにはあるんですけれども、スタンプのオートサジェスト機能と呼んでいるものです。ユーザーが実際メッセージを送ろうとした場合に機能をオンにしていれば、例えばびっくりって入力するとびっくりっていう意味に紐付けられたスタンプの画像っていうのが選択候補として出てくるというふうなものになっています。で、中央だとありがとうって入力しようとしていて、一番右だとごめんなさいという感じですね。で、これ実際にどういうふうにタグ付けっていうかラベル付けされてるかっていうと、もともとは個々のスタンプのクリエイターの方が手作業でラベル付けをするということをしてました。これ左上にある画像はうちの子供が描いた絵なんですけれど、それに私がタグ付けをした例で、てへって書いてあるやつに、てれるえへへてへっていう、3種類のタグを、マニュアルで付けたという感じです。で、元になる選択可能なタグの数っていうのが日本だと320くらい、これ一応各区間で共通化されてはいるんですけれども、それだけの数の中から3つ選ぶっていうのを、1つのスタンプのパッケージに入っている回数分、最大だと40になるんですけど、する必要があって、結構作業量多くて負担になるので、あんまりちゃんとつけてもらってないというような状態でした。なので、画像入力にして、タグをつけるということを自動化できないかというふうな話で取り組みをしました。
で、先ほどアイテムとアイテムのレコメンドの話したんですけれども、一つのスタンプの画像に対して3つタグが付けられるので、このタグが付いているスタンプ画像はこのタグも付いてますというふうなデータが作れるので、それをもとに、よく似たタグって何なのかっていうのをクラスタリングして表示したのがこれですね。見ていただくと、まあ、恥ずかしいとかもじもじとかっていうような、別のタグもあるんですけど、こういうふうなのが、一箇所にまとまって表示されているので、まあ、数は少ないんだけど人手でつけてもらったクリエイターの人のマニュアルのデータっていうのが正解データとして使えるんじゃないかと。それで作ったモデルが自動的にタグをつけてもらっていないステッカーに、スタンプにもちゃんとつけられるんじゃないかということでやったという感じです。技術的にやっているのは、これも非常にオーソドックスな話なんですが、一般には転移学習と呼ばれるもので、学習済みの既存の画像処理向けのディープラーニングのモデルっていうのを、まずは初期値として持ってきて、であとは入力のデータ出力のデータを別のものに置き換えてあげたり、間に別の中間層をちょっとだけ挟んであげたりして、学習をさらに進めてあげると、新しく入れたインプットとアウトプットに適したように、このエクセプションって書いてるモデル使ってるんですけど、中身が変わるというふうなものになります。で、これをどこで処理してるかっていうと、今度 GPU の資源はすべて ML のクラスター側にしか今ないような状態なので、こちらで進めてます。であとは画像になる元の入力データに関しても CDN から直接取ってくるっていうようなことをしているので、これは ML クラスターで完結して処理ができる問題というふうになっています。で、具体的な例をちょっといくつかご紹介したいなと思うんですけれども、上から2行ずつ、トゥルポジティブ、フォース、ポジティブ、フォース、ネガティブというふうに並んでます。で、トゥルポジティブっていうのが何かというと、人手でちゃんとラベルをつけてもらったものを検証データとして利用しているんですが、ラベルがついていて、それを正しく推定できたものが TP、トゥルポジティブと呼んでるやつですね。で、フォースポジティブは、もともとそのラベルを、正解データは持ってないんだけれども、つけてしまったってやつ。で、最後のフォースネガティブっていうのは、その略で、もともとの検証用データにはついてたタグを正しくつけられなかったというふうなものになります。で、ありがとうの例だとこんな感じ。一番上の TP って書いてあるところで、ちょっと注目していただきたいのは Thank you って書いてあるところですね。今回この学習を進めるにあたって、どの国の言語が入ってるかっていうことを一切気にしないで、あるいは OCR みたいな機能を入れないで、単純に入力として使ってタグを予測できるかということをやりました。結果的に、日本人であってもちょっとした英語を使ったりっていうようなところ、言語の違いを吸収してうまく予測できるというふうな形になったっていうのがこの例ですね。で、中央の FP、フォースポジティブって書いてあるところに関しては、ありがとうっていうタグの方がよりも、例えばペコリっていうやつだと別のタグの方がより好ましいんじゃないかみたいなケースがあるんですけれども、こういうものを、ただ実際のそのクリエイターの人はありがとうってタグをつけてたという形ですね。で、真ん中にタコみたいな絵があるんですが、これは、クリエイターの人がありがとうってタグをつけてなかったんだけど、実際に学習したモデルはありがとうってタグをつけたというケースで、思ったより、うまく動いてるねっていうのが確認できるようなイメージですね。最後の一番下の2行の FN って書いてあるところは、その逆でありがとうってタグがついてたけれども、我々が作った、推定するモデルはつけなかったという事例になっています。で、別のピターっていうタグだとこんな感じですね。それぞれ、先ほどお話したのと似たような傾向でタグがついてるっていうふうになります。はい、で、これは実際にユーザーが目にするものとはちょっと別で検証のデータなんですけど、例えば私の端末でこの機能を入れると何が起こるかというと、おやすみって入力しようとすると、土下座のスタンプがなぜかたくさん並んじゃうとか、やったーって入力しても光ってる土下座のスタンプが出てきたりというような状況には実際になってます。で、ただユーザーに選択肢を与えるという意味では間違ってもここにたくさん出してあげる方が親切だよねっていうポリシーで今こういうモデルの設計になっています。で、あとちょっと一つ言い訳をすると、土下座してるんだけどちゃんと夜だよねとか、
王様のマントが布団っぽいよねとかいうようなところはあるので、機械学習をやってるメンバーとしてはまあまあうまくいったねっていうようなのは正直あるかなという感じです。はい。で、最後に4つ目の、コンテントレコメンデーションというのをもう一つご紹介します。これも技術的にはあまり変わらないんですけど、これ10月の中頃くらいにリリースされた機能なんですが、先ほどのスタンプショップの中の中段くらいまで行くと似ているスタンプを探すという機能があります。で、これタップすると、見た目と意味が似ているスタンプが大量に出てくるというふうになっています。何やってるかっていう話に入る前に、まず似てるっていう話が、2種類あって、意味的に似てるっていう話と見た目が似てるという話の両方いい感じの塩梅で、まあ、バランス取りたいと。そこで、まあ、何やってるかっていうと2つのモデルを持ってくるというふうになってます。左側セマンティクス、意味的に似てるって書いてあるやつは先ほどと同じものだと思っていただければよくて、あと見た目が似てるっていう右側のモデルをもう一個横に並べています。で、似てる、まあ、見た目が似てるってどうやって正解データ作ればいいのっていうところに関して言うと、同じスタンプのパッケージを作る人を、うまく当てられたら、まあ、きっと同じ作家さんは似たようなスタンプ作るはずだから見た目が似てるっていうモデルが作れるんじゃないかっていうふうな考え方で正解データを、スタンプのクリエーターを予測する問題というふうな形で表現しています。で、あとは似てる似てないを測るときには個々のスタンプ2つ任意で選んできたらそれに対して、まあ、何らかのその類似度を測るような計算する必要があるんですけど、その元になるベクトルを、この出力層のちょっと手前の、中間層をそのまま持ってきて、でベクトルを横にガッチャンコして並べた、データっていうのをあるスタンプの、特徴表現というかレプレゼンテーションにするというようなことをやっていて、でこれを、例えばコサイン類似度みたいなもので比較してあげるとあるスタンプとあるスタンプの画像の類似度というのが計算できると。でそれが高いものを選んでくるというふうなことをやると先ほどの、サービスができます。で計算機の処理がどこで起こるかというと先ほどと同様で全て ML クラスター側で処理はされるという形ですね。でこれも事例ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、左側の1列が元になる画像 で右側がまあそれに対して類似度が高いって出てきたものです。で上から下には、上の方が意味的に似てるっていうウェイトを大きくしてあって、下の方が、どっちかというと見た目しか考えてませんというふうな形で並べてます。で、いくつか例をご紹介するとこんな感じになっていて、例えばおめでとうで最初の1行見ていただくと、まあ、意味が似たようなハッピーバースデーっていうのがたくさん出てきて、一番下だと、ありがとうございますとか頑張ってとか全然別のものが出てくるという感じになってます。2つ目の例だとこんな感じ。もうちょっと緩い感じの例だとこんな感じ。あとは、わらわらわらって書いてあるのだとこんな感じっていうので、実際には上から2行目のエンジンっていうのを選択して、これも先ほどと同様に同じ作者のデータを取り除いた上で、おすすめをするというようなことをして実際のサービスで提供しています。はい、まとめなんですけれども、今日ご紹介したかったのは、まあ個々の事例もそうなんですけれども、まあ、データラボという組織だったり LINE という会社の中でいろんなエンジニアと一緒に仕事をしながら、我々は特にその機械学習というところに集中させてもらって仕事ができているって、まあ、非常に恵まれた環境にいるということと、プラスアルファで、まあ、データを使い回しやすいようにあらかじめ設計するですとか、データの量が、まあ、ものすごい増えても、同じアルゴリズムで計算し続ければ大丈夫だよねということで、たくさんのサービスをサポートするという部分を、まあ、後ろから担保してあげたりとかいうようなことをやってますというお話をまあしたくて、いろいろちょっとご紹介したという次第です。今日プレゼンしたのはこういうふうな内容で、今日プレゼンできなかったのはこういうふうな内容なんですけれども、例えば AB テストの話ちょっと終わってしまったんですけれども、ライトニングトークで発表してたエンジニアも、エンジニア兼 PM もいますし、あとは楽曲のディープラーニングの話とか、インフラ周りのもっと深い話だったり、まあ、エンジンの細かいアルゴリズムの話とかも、この後すぐそこでやってるポスターで、
捕まえてもらえば、説明ができるメンバーが揃っているので、もしご興味があったらぜひ話をしてもらいたいなというふうに思ってます。あとは今日ちょっと間に合わなかったんですけれども、ディープラーニングのエンジンをアプリ内クライアント側で動かすというような取り組みも、まあ内部ではやっているので、こういうふうなものに興味がある方はちょっとお声掛けいただけたらなというふうに思ってます。はい、我々のチーム少ないんですけれども、さすがにメンバー足りなくなってきたので、PM、サーバーインフラ周りのエンジニア、メールエンジニア、それぞれ募集しているので、この辺も、どんな感じで仕事してるのか気軽に聞いていただけたらなというふうに思ってます。答えられる範囲でお答えしたいなと思ってます。ご清聴ありがとうございました。